今日もいい天気だ。今日12月12日です。オープン1分前、11時59分です。なんとですね、僕のこのパナソニック組んじゃいます。やっと部品がいろいろ揃ってきてたんで、日本語おかしいけど揃ってきたんで、もう組んじゃいます。組んで来年ね、2023年パナソニックのオーダーが復活した時に、みんながそのカスタムを見て、あ、やっぱ榎本さんのパナソニックかっこいいなっていう風に思われようかなと思ったんじゃなくて、まあ思われたいなと思うんですけどこれ組んでいきますよ。まあ正直あんまりこのフレーム好きじゃないんですよ。なぜかっていうと、まあ、BB ドロップが74センチで僕の走り方にあんまり合ってない。ただ長時間とか、まあ、ロングライド長距離乗るんだったら、やっぱ BB ドロップ74が、まあ、僕の中で今のところいいのかなと思ってるけど、やっぱり僕は74って好きじゃないので、これはやっぱ急リングで楕円でこれ組んでいこうと思います。でだいぶ前、あのこのケーブルのここはちょっと不良品じゃないかっていう、まあちょっと設計ミスじゃないかって話もありましたけど、さっきねこう穴開けたんで、ここにここに穴開けたから、ちゃんとこういい取り回しができます。まあ、あの自己責任で、はい、ということで、3、4年前にちょっとカスタムさせてもらっカスタムしたパナソニックが点検で入ってきてます。これがねまあまあやばいんで、今日はこれの紹介をしていきます。まあ点検して、バーテープ交換して、ちょっとまあ掃除をして、今回は私になります。外で紹介しますね。これがね、これチタンフレームです。これちょっとね、取っていきますね。1、3、4、5、6と、よいしょと。じゃーん、パナソニックの FCXTD01、 T とつくとチタン、 D がディスクブレーキになります。で FC というのはフレームの F、 CX は CX、 シクロクロスの略になります。めちゃくちゃかっこいいこれ。よいしょっと座ったけど、今日ナイキです。チタンフレームなんですよ。これがかっこよくないですか。もう塗っちゃうみたいな。まあ、普通のだから黒森の CX に比べて何が違うかというと、より軽くて、やっぱ乗り心地がまあ上品というか、なんか滑らかというか、なんていうんですかね、なんかちょっと高級な中華料理屋さんで食べるラーメンみたいな、そういう感じの、すごい僕はやっぱり欲しい、まあ欲しいね、欲しいのもいっぱいあるけど、ちょっと欲しいバイクです。GRX ね、 GRX だから、ね、GRX いいわ、レバーが。でこれはあのチタンなので、あの02と比べて違うのが、ヘッドセットが、あのクリス・キングがつけれない。なんかね、よくクリス・キングつけれないからこのフレーム選ばないっていう人いますけど、もうそういうのやめましょう。もうこのフレームいいんで、はい、で今からこれ掃除しますね。これはね、あとクイックレバーね。でフロントが多分もう最後かな、最後のクイックリリースモデルでしょうね。このクリスキングの R45 ディスクのクイックリリースね、ネイビーで、ホイールがもう今なくなっちゃいましたけど、オープンプロディスク UST のグロスブラックで、タイヤはパナレーサーグラベルキングの700の 38C です。まあ僕の個人的なまあ主観ですけど、ちょっとチューブレスやっぱりしづらいので、パナソニックの、まあ、パナレーサーグラベルキング入れるときは、僕は、ね、チューブ入りを僕はお勧めします。やっぱもう万が一パンクしたら、お客さん出先でパンク修理できない可能性があるんで、だったらチューブ入れた方がいいかなと思って、僕はチューブ入れてます。スパーサイクルベル、ついつい鳴らしたくなる、夏を感じるベルです。ペダルね、このペダル使いやすい。クランクブラザーズスタンプ7だったかな。そうですね。で GRX、スパロー系 CPDW、でイーストンね、
いいですね、これかっこいいな。カンビウム C17 オールベザーです。 GRX ね。でこれスプロケットが11-42の多分 M8000 だから XT ですね、この輝きは。いやかっこいいですね、もう言うことなし。やっぱパナソニック色がいい、まあ色、まあ、走りもいいけど、この、まあ、なんて、まあ褒め言葉ですけど、ダサかっこいい、このカラーリングが僕はすごい好きです。でここの、まあ、警告のね、このステッカーは剥がさないで、まあ、このまま貼っといてください、まあ、じゃないとこれパナソニックらしさが失われてしまうので、はい、で今度バーテープを、まあ、ハンドルとステムがイーストンなので、イーストンの、ブラックに巻き返します。あとヘッドセット周り、まあ、ハブ周り、BB、あとシートポストの、まあ、汚れがひどいので、クリーニングして、まあ、今週、今日月曜日だから、今週の金曜日ぐらいには出来上がるかなと思います。だから金曜日まではこの車体がお店にあるので、実際見ることもできます。乗ることはダメです。パナソニックのチタンは結構ね、薄いんですよ、これが。これは買ったやつかな。でも結構しなる。あんまりこう人のフレームをね、こうカンカンカンってやらないようにしてくださいね。いいですね。ステムはトムソンの、これは70かな、70か80ですかね。 X4-4 ステムクワッドロック。いや本当にもうパナソニックさんが、まあ、パナソニックさんが悪いわけじゃないんですけど、なかなかやっぱりこういう本当にいい自転車がみんなの手に入らないって、なんかちょっと僕ももどかしい部分があって、あんだけ CX いいよいいよって言っときながら僕もかなり責任を感じてます。だったらまあ同じジオメトリで、まあ、オーダーフレーム作ればいいじゃんって話ですけど、やっぱねそうじゃないんですよ。パナソニックのこの色がいいんですよね。で現在2022年12月現在このペイントは8000円なんですけど、おそらく来年になったら値上がりすると思います、はい、やっぱいろんな意見があって値上げした方がいいんじゃないかとか、まあ、僕もぶっちゃけ安いと思うし、これだったら4万5000円ぐらい僕は取ってもいいんじゃないかなと思いますけどね、うん、いやーかっこいいですね。こういうのがねいいですよね。このこういうの好きなんですか。フロントシングルはたまに見るといい。やっぱりフロントシングルの自転車は1台持ってきたいですね。まあ、ということで僕のパナソニックこれね、これ復活しますから、まあ、できれば今月中にまた夜な夜な作業をして復活して、まあ、乗るかどうかわかんないですけど、一応形にして乗れるようにはしとこうかなと思います。ということで今日は、パナソニックの FCXTD01 の、まあ、点検の車体が入ってきてるね、それの紹介になります、はい、もしパナソニック購入検討中の方は、今だったら、まあまあちょっと手が空いてるんで相談お待ちしてます。